お疲れちゃんです、ラッタです。今日はですね、こちらの超高回転メガネトーブレイクやっていきたいと思います。というわけで、ここ最近ね、吹き矢とか、まあ、コウモリとか、まあ、こういったこの小物系がね、はい、すごい強いというわけで、まあ、高回転ホールブレイカーにメガナイト入れたやつをね、やっていきます。まあ、メガナイト入れるのにね、平均 2.6 っていうバカ速いです。さあ、やってみましょう。まあ、なんか中身的には 2.0 ウォールブレイカーみたいな、今までなんかね、たまに流行ってた超高回転のなんだアイゴルとかかがメガナイトになってるぐらいですかね。そう、基本的な形はなんか、まあ、よく見るね、とりあえず回転速い強い感じのやつ。さあ、というわけでゴリゴリに攻めていきたいですね。これでもザップだけかエレキだと思うんで、まあ、ウォールブレイカーまで追加してね。いやでかい。あ、待って、やばい。この工場の受けがさては地味にめんどくさいですが、よいしょ。まあ、雪玉のね、さあ、ノックバックとかも使いながら、いや、今のウォールブレイカー刺さったのマジででかい。あー、これもうこれさあ、 U のゴーストの受けがちょっと嫌ですね。しかも今回鉄鋼ですね、相手は。いやー、となるとですよ、メガナイトがいらんのんすよね。そう、メガナイトがあんまり活躍できなくなっちゃうな。それザップか打ってこない。いや、それ空振るんじゃない。はい。さあ、で、工場はまあスケー吹きやすけでもよかったんですけどね、今相手がザップ使ってたんで。さあ、しけダメージ抑えながら、いてー。いやー、なかなかちょっと嫌なの引いたんじゃないですか。ペッカもマジアちゃんも嫌ですからね。どうしようかな。一回飛ばして、でもエレキのサイクルなんですよね。両サイズの方がいいかな。あれエレキのサイクルゴーストきたな。そう、まあコウモリぐらいね、添えてあげましょう。まあ吹き矢が、相手がペッコ城でファイボザップだと思うんですよ。まあ、吹き矢無双なのは間違いないですね。あとはまあ、なんなら2周目とか3周目のメガナイトとかも狙ってもいい気がするけどな。さあ、これメガナイトにペッカを使いたいでしょうから、で、ここで逆サイですね。エレキでいろいろやりたいと思うんですけど、こっちにね。よしよし。まあ、ダメージ的には負けてはない。負けてはない。勝ってるわけでもないけど。俺、なんか今来るか思ったけど、何も来んかったな。さあ、まあ、回転が早いので、意外となんとかなる。お、めっちゃ入ってる。でかいでかい入ってる。それ入ってる。マジでかい。いやー、いいケツペッカ来ちゃったな。さあ、まあ、もう回転ゲーなんでね、意味わからんぐらい攻めていきましょう。あと、マジアチとかももうめんどくさいっすよね、マジで。そうなんですよ、めんどくさいんですよ、こいつが。ガチで一番きついレベルで。よいしょ、しっかり耐える。こんな許容ぐらいでいいんじゃない。吹き矢添えるか。やばい、俺のコウモリがどっか行っちゃった。ペッカ来る。まあ、一旦ステイのメガナイト回すか。そうこれウォールブレイカーで一応下げれるんですよ。しかもあとペッコージュ吹き矢きついんで、この辺に吹き矢添えてあげて。いやー、まあ許容か。左サイド相手全然受けれるんでね。あー、めがないとこれ回してもよかったけど、吹き矢でいいか。よしよしよし。いや、吹き矢が頑張ってるぞ。で、右サイド俺最悪許容できるな。低めで吹き矢こっちおいで。吹き矢こっちおいで。よしよし、よくやった。わー、その工場はいいらしいですね。もう落ちないでしょ。あ、相手マジ打ちミスってる。あ、これ勝ったっすね。さすがに。これ両サイ止めたらもう、レベチじゃない？あれ？もしかしてレベチですか？やばい、レベチや。あ、もう竹勝った。でけえ。オッケー。さあ、グッドゲーム。なんか意外とメガナイト、あとスケとかもあるから、なんかペッカ自体はそんな苦しくなかったですね。マジ打ちとかが厄介でした。なんかね、どうしようかな。メガナイトをさ、めちゃくちゃ出すプランと、全然出さないプランで戦えるんですよね。
そう、他でもあるから、他をなんか出さないでお意識すればね、メガナイト多分ほんと2周目3周目ゴリゴリいけるんですけど、相手がペッカとかだったらさすがに2周目3周目いらんだろうっていう話なんですよね。ではランパーか、まあ大型的な感じのね、さあメガナイトがまた腐りそうというかむずいですけど、よいしょ。でも回転ゲーですね。でランバーメガゴー、まあゴレっぽいっすね。ファイスピーいってらっしゃい。いやー、このダメージでいけ200っすからね。いやゴレっすね。ゴレはあのね、多分形組まれたら守るのね鬼しんどいと思うんですよ。そうだからもう2-1プランで、なんならケツゴレとか来たらぶっ破していきたいぐらいっすね。おー、いやうまいな。キング起動みんなプロだな。どうしようかな。ね、鬼悩むな。両サイ振りまくりでもいい気はする。ユキの遅延で一発ですって。いやー怖っこれ形組みが怖いですからね、本当に。まあ2-1プランですよね。ワンチャンでキング行かれる。まあまあもうこれ行くしかないです。これ行かないのは多分きつい。ベビーだけとかかな。ああもうガチ捨てっすね。さあさあさあ、まあこれはまあしょうがないと思うんですよ。しょうがなくてワンチャン耐えれる説がある。もしかしたら耐えれる説が出てきた。いやー耐えれねえか。ああま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 あ。いやこの1-1は、まあ、許せるやつで多分。危ない、いてランバジャックやべえ。最悪キングも狙えるよねっていう話ではあるんですけど、いや組やっすね。組きますねこれも。よいしょ。ああそれは耐えれそう。まあでもダメージ絶対入っちゃうもんな。うん、絶対入っちゃうっすからねこれ。セイント残しながら、セイント残してあげて、残らないですね。さあ、いやーこれはいいんじゃない？ああいいトルネっすね。来そうだなこれ。いやこれさ、でも多分耐えるんじゃん。あるよね。全残し。さあカウンター。いやメガゴ強え。彼の真ん中メガゴもう一周来てえな。いやめっちゃオールブレイクじゃない。お願い。怖えマジで。まあこれで折れてないと次のライトニングで終わってたんで、まあギリセーフっすね。危ね。なんかこうメガナイトがもっと刺さる相手が来てくれるとすごい多分楽だと思うんですよ。今んとこねメガナイトのもうきついなんだあれとあれじゃないですか。もうペッカと名前忘れたけどゴレかそうとかなんで、まあラバか今回は。スケドラってマジラバぐらいにしか入らないですかね。まあラババルゴレ、いやスケドラ言うのまたレアっすよこれまた。さあ引き当てエレキは許容からのスケで耐えるか。でオールブレイカーマジでニコスの性能としてはまあほんと優秀なんで。あペッカタン、もしかしてあなたもペッカタンザップ。おい、あーまじゃあ
さあこれは美味しいですね。このディガーで削りながらのこのマジアチョも最高共有できるんで、まあファイス、え、どういうこと？ちょっと待って待って、俺が悪いのか。これは取りに来たな。ペッカ工場ではないと、うん、さあペッカの、ペッカじゃねえのか、そういうこと、もしかしたらペッカですらないと。さあここにはエレキか、なんとかスケドラだったもんな。なんで俺はペッカだと思ったんだろう。マジアチャとか、マジアチャスケドラでもまだペッカの可能性あるよな。いやー取れねえ、いやーわかんねえ。ガチでわかんねえ、さすがにこれに関しては。でこれどうせ真ん中マジアチャ来るんですよね。でもこうやってコームにタギが行って、相手のマジアチャが、うん、さよならしてほしかった。ミリ残んな、ミリ。いやでも D が入ってんな。いやあっち、もう今んところメガネ出してないですけど、まあ、相手が形組んできたところはメガネで使っていきたいですね。おお。いやわかるかこんなん。いやしかもさ、ちょっと危ない、ヤナメとかない限り大丈夫でも、うん、ヤーとか来るとねちょっと嫌なんですけどね。さあウォールレイカーマジで回るたびに飛ばします。うん、よいしょ。スケドラがちょっと嫌ですね。もうハイスピーで削りながらね、よいしょ。いやでも相手さ、攻め手が、多分攻め手が全然足りないんですよね、見た感じ。あーマジアチャでも嫌っすね。いやワンチャン歩くねこれ、入らん、どすこい、でけえ一発でいけからの、これ右目がないと踏めるな。いや踏まなくてもいいか。いやピック来た、ピック来た、ピック来た。これはチャンスタイムじゃね。でもゴリった方がいい。あー工場受けうめえな。でもでスケドラとか来るんでしょどうせ。オーケーオーケーオーケー。でこれもうブッパ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 、オーケーオーケー。いやーオーケーオーケー。いやこれはね、ペッカあったん、ちょっと待って、ペッカ親衛隊だったん君、どっから来たんペッカ。いやまあこれはラッキー、ラッキーというかたまたまペッカ来たんで、さすがに相手コストないんでね、そんなペッカ使ったら。いやーびっくりですね、怖いな。わかるかあんな。さげだよろしく。もうゴリゴリいきます。ウォールブレイカーマジ回るたび無限、ニコステだってほんと1000ぐらい多分ダメージ与えられるんすよ。飛ばし毒っすよね。回ってきたらとりあえず投げてほしい。でファイスピもまあ1コスのねユニットにしたらダメージやっぱ高いんで、回るたび飛ばすぐらいで。さあでディーガーで削っていこうか。もうさっきペッカ親衛隊で取れないであるからね、もう分かんないからね。さあこれは親衛隊ローグじゃない、そうそう、普通の、ここに来て普通のデッキ来たっす。でホバ来たら蓋したいなーぐらいかな。ファイボが、ああまあまあ、これは踏んであげて。このね親衛隊ローグってね復帰はきついんですよ意外と。で今行くと檻で一緒に行かれそうだから、これはコウモリ生かします。ウォールブレイカーではなくこのコウモリ生かすようにさ、ディガ、ああでも相手もうまい。タルババエレスピでメガナイトキング起動しようとしたら失敗してます。いや今のはマジでうまい、そうマジでうまいけど結局俺もディガープラスコウモリとかで、まあ、他に攻めてるのもあるし、まあさすがにそう簡単にキング起動ねさせるわけにはいかんすよっていう話なんですよ。さあ終わりましたね、勝ちました。いやーこういうのっすよ、僕は待ってたの。もうメガナイトがまあある程度は刺さるよねっていう。しかも相手も吹き矢もコウモリも、あエレスピやったらコウモリはきつくねえか。まあでも近畿道に使おうとしたんでね。あーさすがに諦め侍来ましたね。オーケー。さあ回転早めのねメガナイトです。 2.6 なんで、まあ、2.6 オグとサイクルが一緒っていうね、バケモンですね。おい、さらに強い。いや、調子がいいぞ。まあ、シーズン序盤っていうのはありますけど、いいですね。さあ、ウチハマドラ来た。さすがに強い。まあ、ナルト知ってる方にしか分かんないかもしれないんですけど。さあ、マザネクか。いや、マザネク。マザネク？ガチで久々に見たな。マザネクさ、やっぱ性能的にすげえ強いと思うんすけど、僕も。なんか、加砲されてからやっぱ使われないっすね。HP が低いんですよね、結局。
だから本当にちょっとユニットで削られちゃうと、それこそ吹き矢でねちょんちょんってつつかれたりとかすると、あーもうそれだけであれなんすね、もう何なんて言うんだ、もうなんかスペルでねウッドで剥げたりとかもう持たないんですよ。あーこれやばいっすね。あのエリジャイの存在忘れてたっすね、余裕で。うん、いやでもこれは許容からのいいカウンターになりそう。しかもあれトルネ咲いてるんで結構激アチっすね。もうやりに行くぐらいの、あでマサネクやべえ、お願い豚に、あー豚、じゃマサネクやべえしゴルナエもやべえし、ちょっと待って、これやべえな、やべえ気がしてきた。あのまあエリシェがやべえわ。いやどうしようか、これもでも2-1っすね本当に。守れる気がしないんだよ僕は。まああとフキアとメガナイトであのエリジャイ溶かしたいよね、理想は。いや間に合い、あーなんか豚も来ちゃったな。えちょ豚がさババ押してんだけど、痛い痛い痛い、ババすごくね。うわーマジで一旦のケツエリジャイが一番きついっていう、このやばいよな。いや全無視パターンね。いやまあ、吹き矢と意外と耐えれるけどな。うん。でかい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 。いや、無理無理無理。さすがに耐えないんやろ、こんなん俺。こんなん耐えたらもう人間じゃねえやろ。いや、2-1プランあるな。いや、真ん中エリジャイきつくね。気づいたけど。真ん中エリジャイきちいな。マジできちい。ゆきけん、あ、ゆきけんだ、うわーやばい、あー終わった終わった、くそ、いやーマジかー、これ最後200だったよなー。あーディガートルネでっていうかキングに受けないとかに出せばよかったっすね。いやーこれは頑張ったからこそちょっと悔しいっすね。はい、というわけで、いや最後負けたのはマジ悔しいんですけど、なんか思ったより強かったっすね。なんか結構勝てたと思うんで、ちょっと皆さんもね、こちらの超高画質のメガネドルブリカやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。